Northwave Cross Jam Freestyle Jam Freestyle Jam FM ノースウェーブクロスジャム。この時間はフリースタイルジャム。今日もジャンル、世代を超えて音を楽しんでいきましょう。今日はエレファントカシマシの宮本浩二さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。はじめまして。よろしくお願いいたします。今回ですね、まあ、クロスジャムこの番組に初のゲストインということです、はい、北海道っていうと来られたの大体どのくらい前になりますか？ライジングで8月に来たんですよね、はい、今の2016年の、まあ、それは結構ね夜のいい時間帯にね、はい、やって結構印象深いコンサートでしたね。ライジングで春先の北海道っていうと春先、この4月のこの北海道っていうと、あ今、はい、この時期の昨日 の夕方に着きまして、でも結構やっぱりね、札幌にはですね、はい、結構毎年のようにやっぱこうツアーとか、あとそういうこうプロモーションとか、はい、まあそういうライジングとかそうフェスで来てて、はい、多分春にも来てると思うんですけど、やっぱでも降り立った瞬間にやっぱかあの空気がいいんで、でも真冬に、はい、車見に来たことがあって前、車を見るんですか？はい、中古車さんがあって、はいはい、それで僕はその時やっぱりさすが土地の僕の人間じゃないから、で日帰りでその車を見に来た時があって、で真冬だったんですよ。そのまあその千歳空港から電車でこう来た時に、まあすごい雪景色と、あとやっぱそのこれ言っていいんですか、これ分かんないですけど、そのやっぱこうちょ若干ね、電車やっぱ雪でどうしてもそのほら進行状況がやっぱこう遅延することもあったみたいで、もちろんあります。はい、で真冬でね、皆さん落ち着いてらっしゃるんですけど、僕はその飛行機の時間とかもあったもんですから結構気が気じゃない。でもやっぱりこう皆さんその辺はもう冬もう慣れたもので、地元の方はね、それも込みでみたいなとこ調子がありますよね。だからまあその自然の中でやっぱ真冬のだから北海道ももちろんそういってプライベートでも来たことありますし、あ、それだよね。ありがとうございます。エレファントカシマシがですね、今年がデビューも30周年ということです。おめでとうございます。ありがとうございます。でまあ、こんな質問もどうかと思うんですが、改めてその宮本さんにとっての30年間っていうのはですね、これより、まあ、実際、まあ、やり遂げた人間だからこそ感じる、その長く感じますか、やっぱり短く感じますか、今こう振り返ってみて。そうですね、両方なんですけど、でも、はい、やっぱりそのバンドだけで考えると、やっぱこう本当に、中学校の1年6組の同級生が3人からその高校の友達、まあ、4人本当に友達同士で、はい、4人でやってるんですね、はい、で特にやっぱりデビューから30年なんですけど、その結構ね10代の頃からライブ活動とかもしてたんですよ、はい、たくさんはやってないんだけど、だから結構あっという間だったんですよね。ずっとやっぱりほら同じ仲間といるから、これすごく幸せなことだとは思うんですけど、そうですよね、ずっとこうやっぱり必死にこうほら練習してはこう、レコーディングし、ライブをやりっていう繰り返しでしょ、だそれの中にだからこうだから逆にびっくりしちゃって、今もこう若い2人にこう30周年おめでとうございますなんて言われちゃうと、はい、まあ、そういう長かったんだなっていうのも思う。だってお客さんの中には、はい、ファイティングマンって曲は18歳の時の曲がなんですよ、このアルバムのタイトルにもなってるんだけど、はい、そのファイティングマンっていう曲があって、それは18歳の時の曲だから、はい、もう32年ぐらい前の曲なんですね、そうすると生まれてなかった人でもやっぱファンの人でももちろんいるし、そうやって考えるとやっぱ長いっちゃ長いんですよ。そうですよね。あとね、すごく嬉しいのはやっぱこうまだやってたのみたいな反応もあって、それもすごく嬉しい。だからなんかやっぱ曲がこうもう活動してるしてないを置いといて、悲しみの果てとか、それの恋の月のようにとか、曲がちゃんとその人のね心にちゃんとこうこうなんとなくこう断片でも生きてたりとか、その時のやっぱり音楽ってそういうねちゃんとこう刻まれているもんなんだなっていうのは、むしろこっちがそうやってこうびっくりするぐらい感激しちゃうっていうか、やっぱこうファンの人はもっと元よりね、そういうこう、はい、そういうこうそうじゃない人にもちゃんと音楽が届いてたっていうことをこう今30周年を機に気づくことが多くてですね、非常にやっぱこう嬉しい感じ、今日も本当にだから本当にありがとうございます。なんかこうね
この番組にも来られたしみたいな、こちらも本当に本当に嬉しい、はい、でもそのデビュー30周年のベストアルバムですね、うん、こちらが3月21日にリリースされています、はい、これバンドとしては初となるオールタイムベスト、はい、もう本当過去の曲本当最初の頃から全部含めてのベストアルバムとなるわけなんですけども、このタイトルがですね、メジャーデビューエレカサシをした時がザ・エレファントマ、エレファントカシマシという一曲、はい、このアルバムのタイトル、はい、最初のアルバムがですね、はい、でその今回のベストのタイトルっていうのがこれやっぱりこうかなりこのファーストのフルアルバムからの影響とかなりありますか。そうそう、あのね、最初の、僕らが1988年にデビューしたんですね、はい、その時のファーストアルバムの1曲目がファイティングマンって曲だったんですよ、でそのファイティングマンって曲がすごくやっぱ大事にやっぱこう歌ってるっていうのかな、それでやっぱ最初の頃はね、はい、そういう初期の歌っていうのはすごく尖ってこうたんです、この4人 の,、4人の、グループ で,、はい、で結構そのバブルっていうのかな、すごくやっぱこう今とまた本当に、私も30年前が語れるようになってしまいました、まあ、本当にね笑っちゃうんだけど自分ではね、でもそういう30年ぐらい前ってやっぱすごく日本もなかなかのこうすごくこうなんつうんだろうな、バブルなんていう風に言われてて、そうです、僕7歳の頃ですね、あそうです、はい、そういう頃に結構これ活気があったじゃない、はい、今とまた全然、まあ、今が別に活気がないわけじゃないんだけど、まあ、全然雰囲気が違う、はい、そうですよね、そういう中でそのやっぱ尖ったこう生々しい4人組見たりしてこうデビューして、うん、でファイティングマンっていう曲はやっぱこう4人でせーのでやっぱ録音技術も違うんですよ、今結構デジタルのね、すごくこう便利でスピーディーな、はい、またその緻密なレコーディングが今できるようになってて、大丈夫ですか。もちろんです、全然大丈夫です、でそのであのそういうテープレコーダー、はい、当時はだから、まあ、結構せーのでこうガーっていってこのファイティングマンを、はい、レコーディングして、うん、でそういった曲からもう最近のそうですね、それこそレインボーとか、まあ、俺たちの明日とか、はい、打ち込みでやったガストロンジョとか意外だからいろんなことをねやっぱ試してやってて、うん、でまあその30年のなんかそのこうなんつうんだか足跡を、はい、こうまあファイティングマンじゃないけどまあでもさ結構やっぱり男性ってのはやっぱこうファイティングマンで女性もファイティングマンっていうところって言われちゃってみんな困っちゃうんだけど、そういうのあのねやっぱこう今でもこのファイティングマンっていう曲を、ライブのなんていうのかなクライマックスで歌うことが多いんですね、でそのまあそういう歌で、はい、そのファイティングマンがもうタイトル、そうアルバムの、そうそうで、まあ、っていうことでもないんですけど、まあ、でもないんだけど、でもやっぱすごくそのやっぱこう4人の、まあ、男たちっていう部分と、はい、まあそのまあなんて言うんだろうな、そういう象徴的な言葉としてまあかっこいいし、あそう、深い意味はないんだけど、やっぱすごいファイティングマンってやっぱかっこいいなというふうに思って、でそのままタイトルにしました。で上でザ・ファイティングマンと、はい、今回のアルバム、はい、ザはね、はい、デザイン上かっこいい、ザがついた方がかっこいいんじゃないか、結構これもこれも悩んだ、最初だから読みはファイティングマンなんですね。ああそうですね。でデザイン上でザ・ファイティングマンと、はい、でザ・ザ・ロックバンドと、こんな長いくていいんですかタイトル、ザ・ロックバンドっていうタイトルか、ファイティングマンにするか悩んで、でファイティングマンの方がかっこいいんじゃないかってなって、でファイティングマンもじゃあ今度ザ・ファイティングマンと、ファイティングマンと、まあみんな多分物事決めるときって割と2択ぐらいまで絞って決めるじゃない、でそのだから260分の30択だったんですよ、そのベスト版に関して言うとね。でもそのタイトルはだからそのザ・ファイティングマンっていうタイトルが文字面でかっこいいっていう風に結果的になって、ただ夢はファイティングマンなんだぞと、そうです、いうところですね、はい、でもこのアルバムですね、このフルタイムのアルバムにつきましてもこの後またお話伺っていくんですが、はい、まあ、その選曲のお話などもいろいろ含めてですね、はい、曲の後にまたお話伺えればと思います、はい、では一曲聴いていただきましょう、曲紹介をお願いします、はい、今宵の月のように。今日この時間はエレファントカシマシ宮本浩二さんにお越しいただいております。後半も引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今お聞きいただいた今宵の月のようになんですけれどもね、まあ、まさにそのエレカシを代表する一曲といってもやはりこれはいいんでしょうかね。そうですね、やっぱりすごくヒット曲をねやっぱりそのバンドをやった時にやっぱりローリング
ストーンズとかやっぱそういうこう、それこそビートルズとか、まあそういう洋楽、まあ日本にもいい歌いっぱいあるんですけど、まあその洋楽のね、そういったその洋楽っていうのもあれか、そのロックバンド、あの西洋の、西洋のと思いますか、西洋のロックバンドにやっぱ憧れて、あのバンド活動を始めて、そしてやっぱりもう何しろもう絶対ヒット曲出したい、あのもうやっぱこうかっこよくさこう、こうステージ、あのミック・ジャガーとかやっぱすごいドアーズ、みんなやっぱりそのあのかっこいい、でバンドにロックバンドに憧れてね、でそういうストーンズがやっぱりこうポスター、あのギターの石くんの、まあ、17歳ぐらいの時にやっぱりギターの石くん の, あのアパートに行って、あのポスター、こうストーンズのポスター飾ってて、ミック・ジャガーとあのキース・リチャーズと、あの写ってて、でもやっぱりその立ってるだけでこう音が聞こえてくる感じがあって、ね、そういうこうロックバンドに憧れて、でもその「小夜の月のように」っていう曲はやっぱドラマの主題歌でもあったんですけど、そのやっぱ自分が思ってたロック の, あの感じっていうのが、違ったですね。だからそのこの「小夜の月のように」っていう曲はもちろん自分たちの代表曲の一曲だし、最大のヒット曲だし、あの今でもそのフェスとかね、あのコンサートでもあのよく歌う曲の一曲なんですけど、でも自分たちはやっぱりもともとの当初っていうのはもっとやっぱりこうギターサウンドのそのま、まあそういう曲もあるんですけど、ごめんなさい、そういう曲もあるんですけど、あのこの「小夜の月のように」っていう曲はもうちょっとやっぱりシンプルな、ある種、あのアコースティックギターが鳴り響く、あの歌詞はまあ非常にその30代前半のね、男の歌なんだけど、あのそう、だからすごくこれからヒットした曲は本当にあの嬉しかったですね。あのテレビのやっぱりからドラマの主題歌だったんで、あのね、自分の歌がこうテレビからこう聞こえてきて、こうくだらねえとっつってね、始まった時はもう本当東京中のね、家からみんなこの今日恋の月のように聴いてくれたんじゃないかって思ったぐらい、すごい嬉しい瞬間でした。だから本当にヒット曲がになってね、結果的に。当然そのアーティストとしての葛藤もありつつも、ただこの一曲によって多分エレファントカシマシを広くみんな知ることになったきっかけって方も多くいらっしゃるんじゃないのかなとは思いますんでね。でこのアルバムですね、まあ、ベストアルバム「ファイティングマン」についてなんですけども、これまあ実際収録曲について、まあ、もう膨大な数の曲があると思うんですけれども、その中から今回厳選して30曲を宮本さんご自身で選曲されたと伺っています。この選曲に関してはかなりやっぱ頭を悩ませた部分大きかったですか？ただやっぱそのやっぱあの4社ぐらいですね、我々駆け巡るってるっていう、なんていうんだ、その交代、変わったんですよ、これまで、で特にやっぱファーストアルバムのその、ファイティングマンから、合間にそのなんか奴隷天国なんていう曲も割と尖った感じの曲も結構ありまして、ね、まあ結局自分たちですごく自信のある、まあ今でも代表曲でこのアルバムにも、あのベスト版にも、あの奴隷天国もファイティングマンもちろん入ってるんだけど、でもやっぱりそのなかなか、レコード の, そのセールス的にはうまくいかなくて、あの契約がレコード会社と契約が終了し、でその事務所も解散したのが26歳の時、7歳かな、でそれでまあ結構奮起して、あのもう一回自分奮起っていうのかな、もうみんなはバイトしてたんだけど、僕はもうバイトもしないでやっぱその曲一生懸命考えて、それでデモテープをこういろんなところのレコード会社に持ってったりとかして、自分の、その中にやっぱ4月の風っていう曲と、悲しみの果てっていう曲が、でもね、もともとでもあのアマチュアの時からライブハウスの人に、あの自分たち の, そ, のそれこそ当時流行ってた RC サクセションの雨上がりの夜空にとか、そういうこうジャンピンジャックストーンズのジャンピンジャックフラッシュの入れたテープとかを持って、ライブハウスにあのよろしくお願いします、よあの我々こういうことやってますって、あの持っててたんですよ、それの延長でしたね。だからそのレコード会社に自分たち の, その新しいオリジナル曲を入れて、悲しみの果てや4月の風とかを、あの聞いてもらって、それでようやく再契約した時の、だから自分たちのむしろそっち、あのそこからのスタートっていうのがやっぱこう、なかなかいろいろまた感慨深いものが、
当時ありましたけどね、はい、まあ、そういった思いが込められてのまあ30曲の、はい、まあ、選曲になったと。そうか、全然選曲の話、うん、まあ、選曲の話の入り口で終わってしまいました。ありがとうございます。生放送ってこともありながらね、すいません、もっとずっと聞いてたいんですけどね、はい、本当はずっと話いろいろ伺って、ね、他にもいろいろお話伺わなければないこともありましてですね、で今回あの DVD ですね、こちらが収録されております。これが、初回版のみということになりますね、はい、ライブ映像を含めて集めた DVD 集となって、これも初期から入れたんです。だからここいろいろね、結構懐かしい、発掘されたりとかして、僕30周年を機に4社こうまたいでこうやっぱりオールタイムベストなんですよ、はいはい、そういうことは結構初期の映像とかを結構真面目に、あの真面目とか今まで不真面目だったみたいだけど、あのこれを機会にみんな探してくれて、はい、そのファイティングも本当に10代あ20代初期の、僕らも初めて見たような映像とかもうこう見つけてきてくれて、結構こうレモンで結構楽しくやってて、なかなかご自身でもその当時をこう振り返ってまた見るっていうのはそうなんです、ね、ちょっと恥ずかしかったりもするんだけど、ね、もでも結構迫力があってね、同じファイティングマンでもここまで違うかっていう、だからそういう映像もこうあの入れられて、だから映像のまあある種こう歴史をたどれるというか、こうベスト版にもなってて、すごく両面からあの楽しめる仕様になっていると思います、初回は。はい、で今後の予定としてなんですけれども、はい、現在このベストアルバムの全国ツアー中ですね、はい、で近々で言いますと今週土曜日は茨城でのステージということになります、はい、です。で今回そのエレカシの47都道府県ツアーというのを1回で回りきるというのが、あ、そうなんですよ、47都道府県、はい、例えば札幌はほらっていうかその大きな町だし、まあ、北海道も広いんだけど、そうですね、まあ、代表して、まあ、札幌に来ることが多いですね、はい、あとそのでそうだから全県を、はい、都道府県をこうやってこう回るの初めてだし、一回行ってないとか結構あって、はい、あ、そうなんですね、その和歌山とか、ね、富山とか宮崎とか佐賀とか三重とか福井とか島根は、あと山梨もそうか、単独では初めてだった、なんかそういうところに行けね、これ結構30周年のこの機会に、はい、ベスト版とともにね、この全国ツアーをこう行けるっていうのはちょっとね、あの結構いい経験なんですね、そうか、嬉しいですね、だからもう精一杯ならではのこのスペシャル感っていうのが、はい、ありますよね。残念ながら北海道公演は5月20日土曜日なんですけれども、札幌ワクワクホリデーホールすでにチケットソールドアウトとなってしまっていますのでね、チケットお持ちの方はこれもぜひ楽しんできてください。それではですね、最後にもう一曲聴きながらのお別れとなります、はい、最後に曲紹介をお願いします。はい、ありがとうございます、悲しみの果て、今日はエレファントカシマシ宮本浩司さんにお越しいただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。